ワーク、スタッフショット、飛びついた、ファインプレーとに変わっています。6回まで無失点でした。そして7回、8回と則本が投げるんですが、則本がピンチを作った中、この二塁一塁で坂本のファインプレーがありました。これがなかったらちょっと視聴者変わってましたかね。どういうの分かんなかったですよね。ジャパンのメンバーでありました。